一応ですね、はい、そう今回こういうトークとまあ第2部でライブをやっていただくんでご一緒に何か演奏していただきたいなというのでリハーサルをお二人で選曲何やろうかとかいろいろしていただいたんですよね、はい、今回このために。でこのイベント自体アンサンブルアコースティックアンサンブルというイベントですけどまあ合奏の楽しさみたいな部分でまあ 2人でリハをどういうふうにやってたのかなみたいなことをそうですねあのー、まあ,あの直太郎君がいろいろやりたい曲とかまあなんか今回まあその直太郎君もまあツアー直後だし、まあ、あとこういうイベントだからまああんまり普段やらない曲いろんなカバーとかをやりたいって言っててでなんとなくこう。 何だからあの、まあ、それがなんかこうなかなかこう面白い選曲だったりとかして、うん、あなんか直虎君の声でこういう曲を聴くのはすごいまた面白いななんて思って、まあ、リハーサルはしてましたけど、まあ、ただその曲は決まったけどそこからその細かい何て言うのかなアレンジメントの。うん すごい詰めた話っていうのはあんまりしなくてもなん,かまあなんとなくこうその直太朗君が選んだ曲の時点でなんとなくこうそういうニュアンスは伝わるしで僕も例えばそこでなんかその楽器を選んでこんな感じかなってことでその直太朗君も反応してくれるっていうか意外と別にまあ直太郎君だけじゃないかもしれないですけど。 うまくいく相性のいいミュージシャンと演奏する時っていうのはあんまり煮詰ま,まらないことが多いような気はしますね何、うん、となくそう,そういう意味ではすごくいい,い,いところにはつきましたね、うん、最初に選曲はね最初はもうちょっとその,あの僕は蓮君にはエグザイルのナンバーを中心に引き続きダンスナンバー こういうい逆にこういうイベントだからこそダンスを中心にお送りしたいなっていうのは <laughs> あああのまあないないにですけど漏らしてたんですね、そこは。さすがにやっぱ第一回目だしそ,あそう、ね、こ,こまでトリッキーだと、はい、この機会自体のねハードルが上がっちゃうってことで、はい、じゃあちょっと今回ダンス断念しようってことで。<laughs> <の> <laughs> 落ち着いた方向にな,くなくまあちょっとこういうギターを、うんねうん、に持ち帰ってといういったところでしょうかね。<笑><笑>でも本当にはい、はい、あのネグでやれるっていうのを僕、うん、あの個人的にあんまりやらないんですよね。あの、うん、セッションセッションっていうか、うん、うあのこういうのセッションって言いますから、うん、<laughs> 今 <laughs> すま <laughs> たどうし,したんですかね、はいはい、セッションをねあんまりやらないんで。 でもだからこそすごいワクワクして楽しみで、<laughs> レン君とだからこそできるもの何かなってあどってた時に、まあ世代的にはそんなに遠くないですもんね。うん、レン君いくつ？今年四十一。四十一か。うん、で僕今年三十八でしょ。で、うん、俺が高一の頃。<laughs> 蓮くんが三十四年、高三、高三か、第一かでも、大学一年か、だからちょっと先輩は先輩なんですけど、世代大きく見積もったらもう同じような世代だから。でお父さんとかお母さんも、僕のママも彼の母も、やっぱりね、そういう世界に行ってたから、いろいろなんかなんかね、話してみると割と共通項がいろいろあったりとかしてね。そうなんだよね。多分両親同士は、親同士ももちろん。 知り合いだし、まあ、なんか、そういう意味では、なんか、こう、つながりはあると思いますよ。多分、そう。それで、それで、なんか、えっと、じゃ、あそしたら、もう、こういう曲かなみたいな。そういう、なんか、こう、話して、延長線上で。なんか、本当に、この曲はやんなきゃ、ちょっと、逆に、あれかな、とか、っていうことで、なんか、選曲して。ええ、うん。直太朗さんのプライベートスタジオで。 やられたんですよねなんかどんな感じでやられてたのかなっていうのちょっとこうなんか再現的なことってまあとりあえず直人君はまずまあ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 ってこうまれてくれてまあ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 食べなよっていちごが置いてあってそういちごがあなるほど僕もそこ大人ですから最初食べずに食べずにそこはあんまり手つけない打ち合わせから でまあ、本当、え、演奏は本当一回二回合わせて。で終わって、そのことを話すわけでもなく、また全然関係ない話をして。五年間、一応食べなよみたいな。二回目の、じゃあ、いいですか、その子を食べて。あれ、よくうまくいったね、あれね。あの四五分、やっぱ歌って。まあ、四十分ぐらい会話して。それが続きましたね。で、一応食べて。ね。 なんかそういうゲームとかして、うん、なんかこう,、うんうん、そうねそういうのすると結構人柄が分かるじゃないですか、うん、あ、蓮くんってあそうなんだってこんないつもすごく淡々と優しくて流れに身を任せてるんだけどものすごいはがい腹黒一面がそれって人間ってそういうねただ怖いから逆に <laughs> そんなにそんなにねふわっとさあのだって。 あのオリンピックのさあの羽生んでしたっけだってさやりながらやっぱりあのそのギャップでしょやっぱでも飛ぶ時はすごいみたいなさ僕は今日飛びませんよ。多分ね演奏しててすごい余裕があるんですよ。 聴いてて歌っててねなんかねこうすごい聴いてくれてるの分かるし反応してくれるから、うん、そうすると僕もこう反応し返せるしっていうそ,のそれがやっぱりねこう音楽上のうまくううい,ないな俺全然余裕ないよ自分のことで精一杯い, <laughs> い,いやだいぶ余裕あると思うよ、うん、それは多分ね姿勢がいいんだと思う見つけたんですよねあのネットかなんかでも <laughs> すごいなっていうね。うん、あのー、に ニルバーナのカート・コバンのアンプラグドで弾いてたあのあれ多分 D の18の E ですのアコースティックギターなんだけどあのいいんですよこんな伝わりやんねはいはい大丈夫ですアコースティックギターなんだけれどもつまみがついててエレキとしてもいけるっていうそれの D の28 の、e、があったんでですも岐阜しかも岐阜ご一家なんですけれどもうん、うん、岐阜のもう岐阜の中心もから外れたうもご夫婦、えー、年の頃で言うと60後半うんうんぐらいのご夫婦がもう本当にこじんまりとやってるところにあるからっつってで僕電話してまずホールドしなきゃいけないと思って。うん ちょっともうでいろいろちゃんと確認して、ね、年代も確認して「本当ですか?」ってでお値段もものすごいリーズナブルだとそしたら「もうそうですよ」って言って「ホールドして持ってもいいですか?」って言ったら「いやもうホールドはしない」って言われて「なるほど」「<laughs> <laughs> だから汽車来ちゃいなさいな」って言われて <laughs> まあそのアコースティックギターの教室の。 アコースティックギターだけなないのかな、うん、そのギター教室の生徒さんたちの,そのライブみたいなのに僕ゲストで呼ばれて行ってたんですよ、うん。でそこで一人見たその一番最後に出てた女の子がまだ14歳とかの女の子で,、うん、でその子があの後でそのお話を聞いたら直太郎君がそのお店でその後あの何本かその自分が使わなくなったギターをあのまあ恋にしてそのお店で売ったりとか しししててたらくう委託でそのギターをその女の子が買ったという話を聞いてええってそんな話を僕らもしたこともなかったんであそうなんだと思っていろいろ聞いたらその女の子が僕の父親が生まれた本当に生家のすぐ目と鼻の先の少女だったんですよ。少少女女そそうう本当ねね でまあ、直太朗君の,のお店に行ってからもその今いろんな話を聞いて一番、ね、疑問だったのがその行ってすぐに直太朗君だって分かんなかったってとこなんですよそのお店の人たちに聞いたらだいぶ直太朗君はギターを弾きながら歌ってたそうなんですよ、お店で。<laughs> それでお父さん、お父さん全く分からなかったらしくてで直太朗君の声を聞いておお、兄ちゃん,なんかいい声してんなとか。